いただきますのは名古屋市中区より参加の神楽の皆さんです。作品のタイトルは在処その先。尾張藩七代藩主徳川宗春公が礎を築き、今も脈々と受け継がれる芸どころ名古屋を神楽が絢爛豪華に舞い紡ぎます。それでは踊っていただきましょう。神楽の皆さんです。どうぞ。ただいまご紹介に預かりました、名古屋市で活動しております神楽と申します。改めまして会場の皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。私たち神楽ですね、普段はなかなかこういった、大きい声を出すっていうところをね、なかなかしない、あるいはしないような雰囲気を、感情を、持たれるかなと思いますが、今日はそんな、イメージをですね、払拭するかのごとく、踊り子一同全員で大きな声を出してですね、精一杯この会場を盛り上げたいと思っております。そして、私たちの次のチームはですね、ゴージンさんといって東北の方から来られているチームさんが次のチーム控えております。私たちでこの会場全力で盛り上げて、次のチームさん、ゴージンさんにもいいバトンつなげるように精一杯心を込めて演舞を披露いたします。どうぞ皆様、ご声援手拍子よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。神楽、思い馳せるわ、あるかその先。夢の都
声をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。神楽の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。いやー、すべてにおいてハイレベルですよね。すごい、うならせられるね。踊りの一つ一つもそうですし、衣装の変わるところとか、この旗の一個一個がすごくダイナミックで、でもそういうのがね、こう肌で感じられるのが素晴らしいですよね。あと和の感じ